こんにちは。IT ハウツー教えたいのドッキーです。同じく隊員のタッキーです。さあ始まりました、この番組は皆様からいただいた IT 製品に関するお悩みやご相談を我々 IT ハウツー教えたいの2人がバッチリと解決させていただくというものです。それでは早速今回のお悩み相談メールをご紹介したいと思います。はじめまして、新潟県在住の米子と申します。先日結婚式に参加した時の出来事です。新郎新婦のツーショット写真を撮って LINE や Facebook にアップしようと思いました。そこでせっかくならデジカメで撮った綺麗な写真をアップしたいと思ったのですが、その場ではできずスマホで撮った写真を投稿しました。デジカメで撮った写真をその場で LINE や Facebook にアップできる何かいい方法はありませんでしょうか。ということなんですが、ドッキーさん、確かに SNS は写真を撮ったその場でアップしたいもんですよね。でもそのためにスマホとデジカメのカメラ2台でてんやわんやして一世一代のシャッターチャンスを逃すっていうのは本末転倒になっちゃいますよね。でも米子さん、安心してください。そんなお悩みを解決する便利な商品がありますから。あなたのお悩みを IT で解決、 IT ハウツー教えたい。今回おすすめする商品はこちら、ポケドラです。このポケドラを使えばデジカメで撮影した写真もパソコンを使わずにその場で SNS にアップすることができるんです。 Wi-Fi ストレージポケドラはスマホやタブレットから Wi-Fi 経由で SD カードや USB メモリーのデータにアクセスすることができます。デジカメで使っていた SD カードをポケドラに挿入すればその場でスマホやタブレットにデータを転送し SNS に写真をアップすることができます。またスマホやタブレットに保存されている写真や動画を Wi-Fi 経由で SD カードや USB メモリーに保存することも可能です。スマホ、タブレットの容量不足の解消にも役立ちます。じゃあタッキー、実際に撮ったデジカメの写真をポケドラを使ってスマホから見てみる。はい、こちらのデジカメには結婚式で撮影された写真のデータが入っております。そしてこのように撮影した写真が入っている SD カードをポケドラに挿入します。そしてスマホに専用アプリをダウンロードして今の写真をコピーしてみましょう。ポケドラの専用アプリは App Store または Google Play からダウンロード。あとはスマホとポケドラを Wi-Fi 接続させてアプリを立ち上げればあっという間にポケドラに挿入した SD カード内のデータにアクセスが可能となります。先ほどの結婚式の写真もこの通りです。これなら結婚式場でもその場で SNS にデジカメ写真をアップすることができますよね。またポケドラは複数接続に対応しているのでデジカメ写真を友達とその場で共有することができます。さらにハードディスクや USB メモリに保存したデータをスマホやタブレットで外出先で楽しむこともできます。ハードディスクに保存した高画質動画を移動先で楽しんだり、 USB メモリに保存した仕事用の資料を出先で確認するっていうこともできますよね。出勤中の電車の中で映画なんかも見れちゃうわけですね。もちろんパソコンにつないでも SD カードリーダーライターとしてお使いいただくことができます。さらにですね、ポケドラの機能はこれだけではございません。ポケットルーターとしても使うことができます。出張や旅行先のホテルなどの有線 LAN を Wi-Fi 化してスマホやタブレットで高速通信のネットをサクサク楽しむことが可能なんです。さらにさらに、もし外出中にスマホの電池がなくなったとしても充電用のモバイルバッテリーとしてお使いいただくことができるんです。 WFS-SR01 は 2600mAh で iPhone1 回分の充電、WFS-SR02 は 5000mAh で iPhone2 回分の充電が可能です。いやー、もうバッチリお悩み解決できたんではないでしょうか。今回お悩み解決に使ったアイテムはこちら、ポケドラでした。デジカメで撮った写真をその場でスマホにコピーができて SNS にもアップすることができちゃいます。ポケドラがあればもうシャッターチャンスを逃すことはありません。他にも解決してほしいお悩みがある方はぜひリクエストをお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。